今日は注意喚起。大阪にある女性下着などを手掛けるブランドチュチュアンナ、先月同社は販売した商品19デザインで著作権侵害があったと謝罪をしました。ことの発端は2021年10月に発覚したトレース疑惑、あるクリエイターが作ったキャラクターを商品に使ったとのこと。ただそのキャラクター素材利用規約が。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き、著作権侵害から謝罪までの経緯。これはさすがに商用利用可能と思ってしまう、〇〇を使う人は気をつけようです。ではこちらの記事、2023年2月1日オリコンニュース、チュチュアンナ19デザインで著作権侵害があったと謝罪、賠償金のお支払いを順次させていただいておりますです。チュチュアンナというブランドで、まあ、著作権侵害をしてしまった商品が19個あったということを、まあ、謝罪したという記事なんですね。で、ただ元々の発覚したのは2021年11月にポメラニアン柄のルームウェアで、あるクリエイターが私の描いたポメラニアンと酷似しているとしてツイッターでメンションをし、まあ、実際にそのクリエイターが創作したイラストを使っていたということが発覚して、このルームウェア自体は当時販売停止になりました。そして SNS で大きな注目を集めて1万以上のリツイートをされたということなんですね。その時にチュチュアンナの公式発表がこちらです。引用します。ポメラニアン柄のルームウェアに関して、当社と契約のない方の作品と酷似したデザインであるとご指摘いただきました。この度は大変お騒がせしておりますことをこの場を借りてお詫び申し上げますと、まあ完全にこう謝罪を認めて販売中止を決定したということなんですね。で、まあそこからいろいろ調査をした結果、今回19デザインについて著作権侵害が認められたと。公式サイトに商品デザインに関するお詫び及び返金のお知らせ、権利者に謝罪し賠償金の支払い等の連絡を行ったとあるんですね。そして今回の記事でも、同社は謝罪をしております。弊社の商品制作の管理体制に問題があったと言わざるを得ない、重大な結果であると重く受け止めております。公式見解の後半の方でこうも言っているんですよね。引用します。しかしながら制作過程に問題が存在しないにもかかわらず、法的に問題のある商品が多く制作され販売に至ってしまった最大の原因としましては、デザイン制作を担当するデザイナー及びデザインをチェックする企画部署をはじめ経営陣及び社員一同の著作権に関する理解が明らかに欠如しており、それに加え他社が制作したデザインについて敬意を持って尊重するという態度が著しく欠けたことにありますと、あるんですね。まあ本当に全面的に謝罪をしているという内容なんですが、ここまでかと思って早速一次ソースに当たってみました。去年の10月の記事によりますと、そのイラストというのはポメラニアンのトーンセットは漫画イラスト素材サイトクリップスタジオアセットサービスで19年5月頃から配布されているイラスト素材だとありましたので、こちらのイラスト素材見てみました。で、現在でも配布をしております。クリップスタジオというのは、まあ、フォトショップなどと同じような、こういわゆるグラフィックソフトなんですね。特にあのコミックを描く人に人気のグラフィックツールです。そのグラフィックツールで、例えばこう花柄だけをパパパパパッと描けるようなブラシのいろんなこうツールをユーザーが作って、それを投稿してみんなで使うというようなマーケットプレイスがあって、それがクリップスタジオアセッツです。クリップスタジオのライセンスを購入している人はみんな使えるんですね。ポメラニアンのトーンセットというページを見ますと、無料ダウンロードと書いてありまして、コミックなどをね書く人が、例えばキャラクターの着ている T シャツにそのポメラニアンのねイラストをこうパパパッとこう塗るというようなことを想定した、まあサンプルの例なんかは書いてあるんですよ。確かにこう可愛いねイラストなんですよね。で、ダウンロードと書いてありまして、無料ですから、このままクリップスタジオというグラフィックツールに取り込みますと、自分のペンでそういった模様を簡単に描けるんですよね。で、横に利用できる範囲というのがありますので、ここをクリックします。すると、はい、
商用利用はできますかとあって、はいできます、クリップスタジオアセッツに投稿されている素材はすべて商用利用可能ですとあるんですよ。いやこれ見たらこれ見たら使っていいって思っちゃいますよね。で、もう少し読み進めますと、商用利用とはお金や商品などをもらうための作品に素材を使うことですとあり、商用利用の一例とありまして、コミケなどの同人誌に使う、ダウンロードストリーミング販売する作品などに使う、商業誌に掲載される作品に使う、コンテストに応募する作品に使う、コミックスなどの商用化する作品に使う、もちろん非商用利用も認めているということが、まあ書いてあるんですよ。読み進めてもそれを売ってはいけないということは一切書いてないんですね。と思って、よくよくその10月の記事を見てみると、なんとこう書いてあります。同サービスで配布されている素材は漫画の背景に用いるなどの作品の制作に使用することができる。しかし、サービスの規約上主たる構成要素として商品またはサービス自体のデザインに利用することは禁じられているとあるんですね。はい。ですので、先ほどの利用範囲のページからは直接飛べないんですけども、このクリップスタジオアセッツというサイトのクリップスタジオアセッツサービス利用規約というページに行きますと、ここでですね、ようやく書いてあるんですね。いわゆる利用規約でこう、すごい細かい文字でたくさん書いてあるね、よくページあるじゃないですか。その中に、禁止事項という項目がありまして、そこに、アセッツ素材を主たる構成要素として、商品またはサービス自体のデザインとして利用及び商標、ロゴマーク、シンボルマーク、イメージキャラクターとして使用、登録することということなんですね。投稿する人がそれをそもそも意識してるのかってふと思ったんですよね。なぜなら、こういう無料素材って、投稿する人が、その概要欄とかによく、無料で使ってください、クレジットは不要ですとか、無料で使ってもいいですよ、ただし、リンクを貼ってくださいねとか、そういう注意書きを書くことが、まあ、フリー素材の文化の中では多分一般的だと思うんですよね。ただ、作品のページにはそれがないんですよ。で、実際私も、はい、さらに一次ソースを当たってみました。投稿者になって、素材のアップロード画面をチェックしました。するとですね、なんとこう書いてあるんですよ。投稿する画面にアップロードのファイルを、まあ、貼り付ける画面とタイトルを書く画面とかいろいろあるんですが、その紹介文を書く欄にこういう例示がしてあります。引用します。ご注意、利用者の混乱を招くため、紹介文解説使用例などにダウンロードした素材を利用できる条件、商用利用 OK、NG、氏名、表示、要不要、再配布禁止などを記載しないでください。素材を利用できる範囲はアセッツ規約で定められていますとあるんですよ。そりゃ書かないですよね。こういう風に例示されていたら、素材投稿者はそりゃ利用範囲は書かないですよ。ただその利用範囲はすごく奥の方に実は厳密に書かれていた。しかも一番手前のところにあるのは商用利用可能だっていうくだりなんですよね。いや、ここまで高度な知識を必要とするフリー素材は私も初めて見ました。正直初めて見ました。チュチュアンナはもう平誤りですけど、これツールの制作会社にも何か意見はフィードバックしてもいいと思います。そして著作権の知識が不足していると書かれていましたけど、いや、これはね、さすがに理解してる人は多分少ないと思います。いや、わからないですよ。このクリップスタジオというツールを使ってる人の間ではもう当たり前の話かもしれません。ただ、そこは平誤りしとかないとさらに炎上するということなんでしょう。その判断は、はい、すごく理解できます。商品のデザインで主たるデザインを発注しようと思っている方は、デザイナーさんにクリップスタジオアセッツの素材は使わないでくださいとあらかじめ言っておいた方が無難だと今回私は思いました。いやー、これはね、私も本当初めて見ましたけど、皆さん著作権っていうのは本当奥深いですね。注意しましょう。
というわけで、アフタートークです。ねえ、難しいなってとこですよね。だから、先日紹介した G3 ソーイング、赤い椿のすごく特徴的な柄のバッグあるじゃないですか。あの布のデザインって、本当に使っていいの？もしくはあの布のデザインをデザインした人が主張し始めたら、これ結構大変なことになるんじゃないか、などなどちょっと心配になってしまいました。この話を聞いて、キャンバー使ってる人ものすごく多いと思うんですけど、これ今一度ね、チェックした方がいいかもしれないですね。キャンバーのインフルエンサーの人は、ぜひそのあたりのライセンスの部分を何かはっきりして、情報発信してくれるとありがたいなと思いました。デザイナーさんもかわいそうだし、その使われちゃった元々の素材クリエイターの人もかわいそうだし、チュチュワンナも正直でちょっとね同情はするなという気はしますね。これはねわかんないですよ。だって一番最初にパッと開いたページで商標利用可能って出ちゃうんですもん。これはね、大丈夫だと思っちゃいますよね。クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺すばられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報を発信していますので、ぜひフォロー、登録よろしくお願いします。今日出品していたメルカリの商品が売れて、ほっとしました。いやー、やっぱり売れないと本当ドキドキしますね。というわけで皆さん、いってらっしゃい。